ベセミルに教わったことを全部忘れたわけじゃないようだな。ウィッチャーは食べることも飲むことも息をすることも忘れていいが、剣の手入れは忘れるな。はあ、ああそれだ。そのセリフを何度聞いたか思い出せないくらいだよ。どんな怪物だったの？ん？怪物？右目の傷をつけたやつ。その傷見た覚えがない。スパラのコカトリスだ。数えきれない傷が一個増えただけだ。取り立てて言うこともない。お前の傷はきれいに治ったな。アバラクがね、特別な軟膏を作ってくれたの。でも呪いにかかってしまって今どこにいるかもわからない。あの男の呪いを解いた。今はケイヤモルヘンにいる。信じられない。でもそんな冗談言うわけないし。じゃあよかった、目が覚めてすぐそんないい知らせを聞けるなんて。あいつを信用してるのか。アバラクを？彼には一度も裏切られたことはない。なぜアバラックが助けてくれた？賢者は人間を嫌うものだが。私のためじゃなく、私の力のため。他の理由なんかあるわけないでしょ。アバラックは私に力を制御する方法を教えてくれようとした。それにエレディンから守ってくれたの。エレディンは何を欲しがってる？奴の目的は何だ？みんなと同じ、私の力を操ろうとしてる。彼の故郷は滅亡に瀕していて、こちらの世界を侵略しようとしている。素敵でしょ。でも彼だけでは無理だから、軍隊を率いて来ようとしてる。けど彼の航海士は何千人もの兵士たちをアインエレからこの世界まで運べない。そこまでの力はないの。だがお前の力なら。そういうこと。もし私がそのために死んだとしても大した損失じゃないしね。どうしてアバラックと旅することになったんだ？アバロンの島であなたやイェネファーと別れてすぐ追われていることに気づいたの。エレディンと赤の騎兵団が迫ってきて、たくさんの世界を何度も飛び越えて逃げたの。もう少しで捕まりそうになった時、突然アバラックが現れたのよ。彼が門を見つけて、エレディンに見つからない世界に連れてってくれて、半年ぐらいはそこにいた。そのエレディンに見つからない世界というのはどういう場所なんだ？言っても信じないと思うけど。言ってみろ。頭に金属を入れた人たちの世界で、メガスコープに似たものを使って離れた場所同士で戦争をしてた。馬はいなくて、みんなが自分の空飛ぶ船を持ってるの。シリ、ふざけるのはよせ。もうだから言ったでしょ。ああ、ずっとあそこにいればよかった。ところでなぜ戻ってきた？ワイルドハントが私を忘れた頃だと思って、もう安全だと思ったの。それにあなたとイェネファーに会いたかったし。お互いに探し合っていたわけか。時々お前がすぐ近くにいるような気がしていた。かと思えば堂々巡りをしている気分になることも。でしょうね。あちこち逃げ回って行ったり来たりしたこともあったから。さて、最初から順を追って話してくれないか。アードスケリックについてすぐエレディンに見つかったの。すぐにあいつらに囲まれたわ。もうダメだと思った。でもエレディには別の狙いがあった。彼はとある呪具を作り出し、私たちに使ったの。現れた霧に包まれたらアバラックが苦しみだして。エレディンはそうやってアバラックに呪いをかけ、ウーマの姿に変えたのか。そう、アバラックを殺すのではなく屈辱を与えるのが目的だったの。でもアバラックは戦わずに負けるなんてできないから、呪文を唱えてワイルドハントを大混乱に陥れた。ついでにアードスケリッグの森の半分を吹き飛ばしたんだな。でもそのおかげで逃げる時間が稼げた。私はアバラックが開いた門に飛び込んだの。彼も一緒に来てると思ったけど違った。呪いのせいで門が閉じるのに間に合わなかったらしいの。何かまずいことがあったら
バラバラにベレンにある彼の隠れ家を目指すことにしていたの。だが合流はできなかったんだな。ええ、ダメだった。門を抜けたらアバラクの隠れ家じゃなくてクルクバク湿原の真ん中に落ちたの。その後妖馬から逃げ出して、次は男爵狩りに行った話は聞いた？イノシシを剣で仕留めたのよ。聞いた。あの日は狩りをするつもりじゃなかったけど、誘いを断るのは失礼でしょ。狩りに使えるような道具は何も持ってなかったの。そんなつもりはなかったから、木々の間を散策して森の空気を楽しんでたら鳴き声が聞こえたの。イノシシだろう。牛みたいに大きいやつがまっすぐ突進してきた。持ってる武器は剣だけ。戦うしかなかったの。話を聞いた限りその判断は正しかったようだな。そやな人たちばかりだったけど仲良くなれた。みんなと別れるのは嫌だったけど、ワイルドハントに狙われてる私の巻き添えにしたくなかった。ともかく呪いの症状が進行しているのは分かってたから、アバラクよりあなたやイェネファーを先に探すことにしたの。ポワソンジュニアなんかと関わることになったのはなぜだ？あなたとイェネファーが全然見つからなかったから。それにあの呪具を直せる人が必要だった。普通の職人では無理だったから、強い力を持つ魔術師を探してたの。ダンデリオンが力を貸してくれた。まるで自分の誇りがかかってるみたいにね。彼がある魔術師を紹介してくれたけど、それは聖堂衛兵団の罠だった。ほう、その話は聞かなかったな。言ったら心配すると思ったのね。後で分かったけど、それは衛兵団の常套手段だったみたい。魔術師と手を組んだ人を手当たり次第に逮捕するの。だから他の方法を探さなきゃいけなくて、その時にダンディリオンがノビグラダの一角を牛耳る人を知ってるって言い出したの。他の人よりも頼りになる、呪具を直せる人も知ってるはずだってね。それがホワソンジュニアか。うん、あまりいい考えじゃない予感はしたけど、必死だったし他に方法もなくて。その予感は正しかった。ホワソンは理想的な仲間ではなかったな。あいつ私たちに騙されたと思ってドゥドゥを誘拐したの。ドゥドゥを解放したはいいが、聖堂島に逃げ込むなんてな。予定外で考える時間もなかったの。ただ逃げただけ。衛兵が私を罠にかけようとしてることもわからなかった。気づいたらそうなってて、急いで消えるしかなかった。その時にスケリッジに戻ったんだな。ヒンダースファルの浜辺ね。好きな場所だったから最初に思い浮かんだ。よくヤルマルと一緒に泳いだっけ。待ってくれ。じゃあ本当に偶然あそこに？アバラックとお前で何か計画していると思ってた。彼は私が力を使ったのを感じ取っただけ。エレデンに私の居場所や通った場所が分かるのと同じ。実際すぐにエレデンが追ってきた。部下を従えてね。そこからまた急展開。ロフォーテンに行ってワイルドハントが来て、飛んだと思ったらあとはずっと夢の世界。何の夢を見ていたんだ？俺は最近悪夢ばかり見る。それもひどい内容の。私もある時は死産で生まれた子が怪物に変化してあなたを追いかけてた。あれは最悪だった。たまにはいい夢もあったの。例えば火の周りで一緒に座っていいワインを飲みながら周りでみんなが踊ったり笑ったりしてて。その方がずっといいな。私もその方が好き。でもどの夢も最後は必ず塔で終わるの。何の夢でも私は最後に塔に入ろうとしてるの。知ってる場所か？どこにあるか分かるか？知らないと思う。でも懐かしいような、それから怖いような感じがするの。殺風景で誰もいない塔なのに、なぜか中に入らなきゃって思ってるの。入ったのか？うん、毎回入り口を探してるところで夢が終わるのよ。一番最近は塔が出る前にあなたのしかめっ面が見えたし、その傷がなかったらまだ夢の中と思ったはずよ。お前が生きてるか心配だった。
ここでドワーフたちを見つけて、お前が氷のように冷たくて息をしていなかったと言ったんだ。でも入ってきたのね。最近のドワーフが言うことは信じられない。そろそろあいつらがしびれを切らしている頃だな。行こう。浜辺に小舟がある。陸地に着いたら馬でケイヤムルヘンへ向かうぞ。昔ながらの馬の旅ね。その方が好きなんでしょ。門の方が早いんだけど。使えばすぐにエレディンが来るぞ。そんな危険は犯せない。瞬間移動は苦手でね。くそ。なんとか脱出しないと。行き先を知られてしまう。仕方ないさ。シェリー、うちに連れて行ってくれ。